トーマス・ヘンゲル・ブロックは、ドイツの指揮者。1958年、ビル・ヘルムス・ハーフェンに生まれる。バイオリン奏者として、音楽家のキャリアをスタートさせ、ニコラウス・アーノンクールのウィーン・コンセントス・ムジックスへ参加。またビトルドルトスワフスキ、マウリツィ・ヨカゲル、アンタル・ドラティを通じ、音楽以外の芸術全般において総合的な刺激を受け、現在の活動にもそれは反映されている。 1985年、ドイツの古学アンサンブル、フライブルクバロック管弦楽団の設立に加わり、1997年まで、指揮を担当。以降ドイツハルモニアムンディに、多くの優れた録音を残す。1988年から1991年までは、アムステルダムバロックソロイスツとも仕事をした。1995年には、 ブレーメンドイッツ室内フィルハーモニー管弦楽団の初代芸術監督に任命され、彼らのバロック期のレパートリーを広げた。1993年には、ウィーン音楽祭のアンデア・ウィーン劇場でのグルックのアンチェステーでオペラ指揮者としてのデビューを果たし称賛された。ついで、ベルリンとウィーンでのグルックのアウリスのイフィゲニア、ボン・シリツカ劇場でのモーツァルトのドン・ジョバンニを指揮し、 ボンデの演奏では、ノルトライン・ベスト・ファー練習の批評家たちから、ベスト・コンサート・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。他にもプラハ、コペンハーゲン、パリでのパーセルのアーサー王、ベルリンでのバルトークの青ひげゲの城などを指揮している。多くのオーケストラやオペラハウスから招聘を受ける人気と実力を兼ね備えた指揮者であり、2000年からウィーン・フォルクス・オーパーの音楽監督、 2001年からフェルト・キルヒ音楽祭の監督を務めている。2011年から NDR 公共楽団の主席指揮者に就任。同年のバイロイト音楽祭では新演出のタンホイザーレシキを務めたが、この年限りで降板となった。ヘンゲル・ブロックは音楽を朗読、演技、舞踊など他の芸術と結合させるという自らの理想を実現するために、 ドイツを中心にヨーロッパ中から優れた若手ソリストを集め1991年にバルタザール・ノイマン合唱団、1995年にはバルタザール・ノイマン・アンサンブルを設立した。その名は設計から彫刻、庭園を総合したドイツバロック機の建築家バルタザール・ノイマンに由来している。そのレパートリーは初期バロックから現代作品にまで及び、 歴史情報に依拠した演奏実践とそれにふさわしい楽器を用いた演奏を行っている。小規模な編成ながら非常に困難なパートにも合唱団のメンバーを起用できるため、モンテベルディの聖母、マリアの夕べの祈りからバッハの声楽作品までの作品を演奏する上で理想的なアンサンブルである。19世紀。 20世紀の作品を演奏する際は、合唱団は適宜補強されている。このアンサンブルで行われる音楽、朗読、演技、舞踊が新しい形で結合したユニークな、コンサートプログラムやセミステージ形式の演奏は高く評価されており、最も知られているのは1996年、シュベツ人間音楽祭とボンオペラハウスで行われた、9人俳優から、なる、アーヒム、 フロイヤーアンサンブルとの資格を伴うロタンチョウミサの上演である。その模様はテレビにも収録されヨーロッパ中で放映されヘンゲルブロックの式でフライブルクバロック還元楽団バルタザールノイマンが唱団によるバッハのミサ曲ロタンチョウが CD 化されるとそのブックレットの表紙はアーヒムフロイヤーアンサンブルが織り成す舞台の写真が使用され多くの人の目を引いた。 ヘンゲルブロックの関心の一つは現在では、無名の、知られざる名曲を現代によみがえらせ、自らの手で演奏することである。アストルガ、ドゥランテなどの宗教曲、そして国内版も発売されたロッティのレクイエムなどは、大きな注目と高い評価を受けた。ありがとうございます。